さあ今日もなんとかなれチャンネルの時間がやってきました。遅刻メタンです。あれ、ズンダモンはまだなのかしら。ごめん、遅れちゃったのだ。お、やっと着いたみたい。って誰だお前。ごめんごめん、もう始まってた。いや、今始まったばかりだけど、なんかさっき姿変じゃなかった。いや、僕走るときはいつもあんな感じになるんだよね。そうなんだ。なんか大変だね。ところで今日のテーマは何なのだ。今日はウサギのグルメと題して、ウサギの食事シーンを振り返っていくわ。ウサギは食へのこだわりが強いからね、これは楽しみなのだ。それじゃ早速始めるわよ。では始めますわ。数が多いからサクサクやるわよ。おっしゃ、バッチコイ。初めに登場したのはピザマンですわ。記念すべき一品目だね。伸びるチーズがたまらなく美味しいのだ。たまに無性に食べたくなるけど、そんな時に限って準備中なことが多い気がするわ。それってあなたの感想ですよね。西村博之のうざおりやめを。さて次に登場したのはブロッコリーよ。ちいかはめっちゃまずそうに食べるな。でも何もつけずにそのまま食べるのはしんどいわよ。ウサギみたいにマヨネーズたっぷりかけたら美味しいんだけどね。次に登場したのはホットケーキですわ。ふんわり焼けていて美味しそうね。本当だね、端っこのサクッとしたところ、僕も好きなのだ。次に登場したのは食べっ子動物ですわ。ちいかわは動物の形をしたビスケットを楽しんで食べているけど、ウサギはバクバク食べていてなんかもったいないのだ。確かに、せっかくなら見た目も楽しめばいいのにとは思うよね。まあそれよりも勝手に人のもの食べちゃダメじゃんって話なんだけど。次はよっちゃんイカとメロンソーダですわ。駄菓子と炭酸ジュースは鉄板の組み合わせだよね。というかまた泥棒してるのだ。巧妙な手口でちいかわを陥れるのはひどいのだ。言うほど巧妙かな。次に登場したのは焼きマシュマロですわ。これ美味しいよね。温かいソフトクリームみたいなのだ。キャンプじゃ毎回やるのだ。あらずんだもん、ソロキャンプやるんだ。知らなかったわ。ソロなんて一言も言っていないのだ。なんで決めつけるのだ。嫌だって一緒に行く友達いないじゃん。勝ち取りたいものもない無力なバー。あー、ごめんなさいでした。まあ今後気をつけてくれたらいいのだ。それじゃ気を取り直して次に進むのだ。わかりましたわ。次に登場したのはこちら。お、ズンダじゃん。いや、これはウグイスアンだね。何が違うのだ。ズンダは、わかるよね、枝豆のこと。ウグイスアンはグリーンピースで作ったアンのことなんですわ。ズンダアンとウグイスアンは見た目はそっくりだけど材料が違うってことだね。そっか、まあグリーンピースと枝豆だったら枝豆の圧勝だよね。何の勝負なんだよ。次に登場したのはスコンブですわ。癖になる味なのだ。思わず食べ過ぎちゃうのだ。食べ過ぎには注意ね。次に登場したのは8割のケチャップパスタですわ。この辺りからウサギの食へのこだわりが少しずつ見えてきますわ。確かにこれまではとにかくドカ食いしていたけど、タバスコで味を変えようとしたり、ちょっとこだわりが見えてるのだ。次に登場したのはショートケーキ。その次に登場したのはヨーグルトシュークリームですわ。ヨーグルトシュークリーム美味しそうなのだ。今みたいなクッソ暑い時期に食べたら絶対美味しいのだ。確かにそうね。次に登場したのはオムライス。その次がパイシチューよ。めちゃでかい食べ物とそれにかぶりつくウサギっていうのはちいかわワールドの魅力の一つだよね。次に登場したのは唐揚げですわ。ウサギは唐揚げにレモンをかける派みたいだね。そうだね。でも僕はかけない方が好きなのだ。レモンをかけると唐揚げのサクッとした感じが弱くなる気がするのだ。確かにそれはあるよね。味はさっぱりして食べやすくなるけどね。でもウサギはかけた方が絶対にいいと思っているのか、勝手にレモンをかけようとしていますわね。本当だね。それだけこの食べ方にこだわっているってことなのかな。さて次に登場したのはすき焼きですわ。ちいかわが検証で当てたやつだね。美味しそうに食べているのだ。仕草といい、よだれ垂らしてる表情といい、ウサギが一番美味しそうに食べている気がするわ。次は無限白米湧きどころより、おにぎりとふりかけご飯ですわ。これすごいよね。無限に白米が湧いてくるなんて。しかも炊きたて。現実にもあれば毎日通いますわ。それにしてもこの回は当時読んでいて、ウサギがちいかわたちに湧きどころのことを教えたのが結構意外でしたわ。確かに
最近は友達思いな描写も結構あるウサギだけど、この動画でも出てるけど、初期のウサギはちいかわの食べ物を奪ったり、勝手にレモンかけようとしたり、我が道を行く感じが強くて、友達思いな面はほとんどなかったのだ。そうだよね。だからこそこの行動は意外だったし、ウサギにとってちいかわたちは大切な友達なんだと知れて嬉しかったわ。次に登場したのはヤクルトですわ。最近は睡眠の質が良くなるっていうヤクルト線が流行っているよね。というかなんなのだこのウサギの飲み方は。かなり独特な飲み方だよね。私の知り合いではこの飲み方している人はいなかったけど、容器の底って棚やテーブルと接触していて、なんか汚い気がするし、絶対飲みづらいから真似しない方がいいのだ。お次はリンゴですわ。リンゴは丸かじりが一番おいしいよね。カットして皮も剥いたリンゴは一味足りない気がするのだ。わかりてつや。次に登場したのはチョコチップスナックパンですわ。作中では牛乳に浸して食べていたわ。このシーン、ウサギはスナックパンを浸す牛乳を借りるためにわざわざちいかわの家まで来たんだよね。そのまま食べても美味しいのに、すごいこだわりなのだ。食に対して妥協しないウサギらしさが見れる場面だったね。次に登場したのはファミマとのコラボより、ファミチキバーガーとスフレプリンですわ。ファミチキもスフレプリンも美味しくて大好きなのだ。ファミチキください。脳内に直接語りかけるのやめろ。でもスフレプリンは本当に美味しいからおすすめですわ。スフレとプリンの相性が想像以上にいいのだ。ちょっと高いけど一度試してみるといいのだ。では次はグミよ。食べるとそういう風になれるグミだって。羨ましいのだ。僕もそのグミ食べてみるのだ。ちょっともぐもぐ食べちゃまずいよ。いや誰だお前。あれなんだこの姿。僕はてっきりあのでかいやつになると思っていたのだ。お前も思っていたのかよ。元の姿に戻りたいのだ。おお、なんとかなれ。助かったのだ。茶番オッズ。それにしてもちいかわになってしまったハチワレとウサギは可愛いわね。皆さんはどう思いますか。次に登場したのは鈴鹿ステラですわ。ちっちゃいどら焼きみたいな感じで可愛いよね。というかまたウサギ牛乳飲んでるね。好きなのかな。どうだろうね。ただ鈴カステラと牛乳の相性はいいよね。カステラのモサッと感がなくなって。次は自家製のジャムパンですわ。木の実は自分で厳選して、パンは石で焼いたこだわりの一品ですわ。木の実はブルーベリーかな。美味しそうなのだ。この回は特にウサギの食へのこだわりの強さが見えるから僕は好きなのだ。確かに食材選びから作る工程まできっちり描いている回は珍しいし、普段よりこだわりの強さを感じることができるかもね。次はめちゃうまイベントよりヨーグルトとソフトクリームですわ。むっちゃ食べるね。イベントを堪能しまくりなのだ。次はコーラですわ。こっからよくこぼさなかったよね。すごい反射神経なのだ。それでは次でパート1最後の紹介にしますわね。最後はデラウェアですわ。めっちゃ頬張ってて草だよね。だけどフルーツをただ食べるにしても、より美味しく食べるために工夫しているのがウサギらしい感じがして私は好きなシーンだわ。確かに。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。パート2もぜひ見てほしいのだ。感想などのコメントもお待ちしています。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。